もちろん昨日悲しいニュースを聞いたんですよ。マクドのナゲットに異物混入が立て続けて2件、今後ナゲットが食べれなくなるかもしれへんらしい。俺は去年ペヤングがなくなって泣いたペヤング食ってたもんねよ。俺も超ペヤング好きで、あの量なんてペヤングしかなかった。で次は俺の好きなマックナゲットですかっていうことでさよならかもしれへんけど。異物混入って何が入ってたの？あの人間の歯です。お、人間の歯、人間の歯が入ってました。エコミのそれ入ってんじゃん。入ってるかな。セーフとかじゃないの。うまいなぁ、ヒカル。何も入ってへん、大丈夫や。うまい。でもなんかすごいすごい状況下で作られてたやろ、うん、不衛生な。よく食うな、そんな。めっちゃ汚かった。いや、結果うまいからな。よく食うか、そんな。めちゃくちゃヤンキーやけど、勉強して大学受かったやつと普通に勉強して大学受かったやつ同じ大学生やから。いや、そうやね。うん、紆余曲折ありましたが、美味しい。すごいな。歯入ったんや。歯入ったと、入ってると思ってたんで。さあ、ということでね。何やそれ。うまいで落ちたやろ、お前。言ってた、落ちてたやろ。違う違う、こんなん流されへんもん。て、最後や。てーれれれれれって。あ、これ言うの最後や。そんな最後なやつの YouTube なんかだよ、見へん。ということでみんな、マクドナルド急げ。